3、2、1、アクション！あー、なんでおじゃるか、ここは。よー、けがれしや。お、今からスーパー戦隊レストランだからな、ここは。ん、はい、なんか、そうだよ、飲み物飲もうぜ。お風呂があるでおじゃる。今は、なんで俺たちがここにいるかっつったら、お前たちガイアークとちょっと今休戦協定をちょっとな、まあしょうがないから結んでやろうってことだ。俺もお前たちばっかり。お風呂に入りたいと。おい、それお風呂じゃねえよ。おい、それ風呂じゃねえよ。バッシュ、ノーサイベル、サイベルストレートゴー。ああ、まだまだ手が。お前は手が取れても大丈夫だろう。機械生命体なんだからさ。あ、すぐくっつくでおじゃるが。大丈夫か。あんまり無理するなよ、本当に。そう、ということで、まあこれ風呂じゃないから、これは、あの飲み物なんだからお前はすぐ液体で。オイルが飲みたいでおじゃる。オイルだろ、どう、味はどうよ。あ、なんだか酸っぱいでおじゃるな。酸っぱいでおじゃるか。うん、酸っぱいとか感じれるんだな。ちゃんと味覚あるの。味覚あんだな、機械生命体のくせに。まあまあまあ、美味しいでおじゃるな。美味しいでおじゃるか。美味しいでおじゃるか。うん、ということで、今日お前をここに呼んだのは他でもない。違う、お前スピードに勝手に乗るんじゃない。ブシッスピードルに乗っけてやろうって言おうとしたら勝手にスピードルに乗るんじゃねえよバカ野郎。そう、わらわら、ということでな、わらわらが主役がいいでおじゃる。違うよ、こうお前が主役じゃないんだわ。そう、要はな、お前がこの間な、そのゴーンスマイルプロジェクトの時に、ああな、あの俺が、まあ俺っていうか古原康久が全部掃除をしてたけど、今日はケガレシアの中の人、及川奈緒に掃除をしてもらって、あ、なんかあの時はひどかったでおじゃるな。わらわの顔が吹っ飛んでたでおじゃるな。吹っ飛んでたでおじゃるな。吹っ飛んでた。あれは俺も予想外だった。びっくりしたけど、そうだから勝手に乗るなって言ったんだよ。まだ言ってないだろ。まだ言ってないだろ。そう、まだ言ってない。いいって言ってない。そう、これは俺の相棒だから。そう、ただ今日のに関してはこの相棒はドロドロは言わない。今日はもうソウルが入ったらキャストだけだから、これは。そう、ということで今からちょっとな、乗せてやるからスピードに、うん、な、あの時のじゃあちょっと体験するから、ちょっとこっち来い、こっちに、ほらほら、あれ乗っていいぞ、ほら乗っていいからな。あ、これちょうどいいでおじゃる。見て見て見て、ちょうどいいでおじゃるよ。おい、その穴じゃねえんだよ。おい、そのための穴じゃねえんだよ、これ。わらわの足にここの、ちょうどほら、ほら。そのための穴じゃないんだよ、これは。バカ野郎、バカ、ちげえんだよ、バシッ、サーベルストレート、バカ野郎、違うんだよ。ということで、ほら、ちょこっち来てみろよ、ほら、このスピードに、ほら、乗ってみろって、この、ほら、な、この、このスペース、この、見て、この、今から見て、この、ほら、全長、全長。あ、すごい。やだ、手が、手を取りに行かないと。手を取りに行かないと。ということで、ほら、乗っていいぞ、乗っていいぞ、ほら、そこにほら、乗っかっていいからな。じゃあ、乗ってるでおじゃるよ。ちょっと今から、な、このスピードルの、手が、手が、手戻ってきた。あ、ほら、手が戻ったでね。じゃあ、今から、ちょっとこのスピードの速さを体験してもらうからな。オッケーか。じゃあ、ちょっと寝そべった方がいいからな、これな、寝そべった方が。おぉ、こういう風に寝そべると、そう、楽しそうでおじゃるな。いいか、じゃあ行くぞ。3、2、1。いやー、おじゃる。大丈夫かー。ブシュッ、サーフェルストレート。ひどいでおじゃる。ブシュッ、ひどいでおじゃる。わらわは機械生命でおじゃる。でおじゃるから。いろいろ取れるんだな、お前はな。レンズ大丈夫でおじゃるか。レンズ大丈夫。いや、わらわの体は大丈夫でおじゃるか。レンズが心配でおじゃるよ。レンズ大丈夫でおじゃるか。おじゃるがやばい、釣られるな。おじゃるが釣られるな。そう、どうだ、スピードルの速さ。お前はあの時スピードルをバカにしてたけど、どうだ、速いだろ。いや、恐れ入ったでおじゃる。恐れ入っただろ。そうだろ。そう、っていう感じなんだよ。目が回っただろ。そう、だからちゃんとスピードルにごめんなさいしろ、お前は。そう、ごめんなさい。あの時はごめんなさいって。あの時はごめんなさい。そう、お前らあの時喧嘩したの覚えてるか？そう、わらわはこんなのに乗りたくないみたいな感じで言ったりとかしてな、俺だってお前のこと乗せたくねえよ、ドロドロみたいな感じで言ってたわけで。だからお前ら仲直りしろ。もう仲いいでおじゃるな。仲いいか？仲いいでおじゃるよ。じゃあちゃんとスピードルのくちばしを、なんか、ごめんねってやって、そしたら。ごめんね。おう、まあ、足じゃねえか、バカ野郎。よしよし。バカ野郎。足じゃねえか。ひどいでおじゃる。足じゃねえか。痛いでおじゃる。足じゃねえか。はい、ちょっとそこ行って、そこ行ってみて、そこ行ってみて、そこ行ってみて。ひどい。おう、ということで、ちゃんと仲直り、ほら、仲直りをしろよ、仲直りをな。仲良しておじゃるな。な、よし、ということで、スピードルとケガレシアも、まあ、こうやって仲直りしたから、これにて一件落着ということで、みんな、今日はな、こんな遊びに付き合ってくれてありがとうな、本当に。
の上のあのカメラで全部映ってるからな、これ大の大人たちがこの子供のプレイルームで遊ぶっていうはい、ということで今日はありがとうございました。バイバーイ。俺がセンターだ。ということでね、今日はなおさんありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。皆さんぜひなおチャンネル、はいね、と同時にこっちもね、はい、フラワーやすさ TV も方もよろしくお願いします。お願いします。いや何時間よこれ、なおさん。もう7時になるってってことは5時間くらい。5時間ってすごくない？すごいね。これなかなかの長丁場よこれ。いや、普通にお疲れ様です。本当お疲れ様でした。ありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。本当にすみません、ありがとうございました。疲れましたって言って、素直なスタッフが一人疲れましたって、はい、ということだったんですけれども、うん、だってさ、なおチャンネルだったらそっち側のスペース使わないと思うもん。そうだよね。あのごめんだけどそんな発想なかった。何じゃあっち何使う？あっち荷物置きです。どう考えても使うでしょあそこは。いやもったいないけど、お子様の場所だから。え？だってさ、なおチャンネルここだけで、ね、いやいやいや何言ってるんですか。やっぱりあそこも絶対使った方がいいですよ。ありがとうございます、素晴らしい、さすが。いやいや確かになおさんのチャンネルではこれ人形遊び 100% しないよね。しないよね。いいじゃん、新しい風が吹いて、うんうんうん、ねえ、もうやっぱ面白いわ。そう、ね、古原くんチャンネルマジ面白 い。言っていいですか、古原やすした TV ね。そう、古原やすした TV で、うん、そう今日はもうマジでノープラン、お互いノープランで来てますから、これマジで。でもノープランで5時間は多分なかなか難しいと思うんですよ。素晴らしい、やっぱね、やっぱ長い絆がね。長い絆が、はい、ということなんですけれども、はい、なおさん、はい、スーパー戦隊レストランいかがでしたか？いやすごい楽しかったで、うん、ここの個室以外のあっちのスペース、うんうん、ものすごいお宝なスペースが、ね、わんさかあって、まあ、写真はね撮らせてもらったんですけども、もうすごかった、楽しかったです。でメニューもいろいろあって、ね、うん、もっと食べてみたいメニューもあったし、なんかこれも実は一個ね裏話があって、うん、僕たちが来た時には、うん、実はレンのあのオムハヤシは売り切れてたんですよね、うん、そうなのに、うん、僕たちがねその YouTube やってて、うん、もう皆さん気を利かせていただいたのか、ね、ゴーオンジャーのメニュー1食分作ってくれ本当ありがとうございました。ありがとうございました。本当にシェイシェイ、ナマステ、ナマステ、シェイシェイ、ナマステ。ありがとうございました。楽しかったね。楽しかったです。美味しかったしね。ありがとう。でそしてそうだね、古原くんと来られたからよかった。私一人だったら何にも、うん、まずシステムが分かんなかったりもするし、まず注文ねするまで5時間くらいかかったかもしれない。まず待ちぼうけど。そうなんですよ ね。楽しかった。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。どうでしたか？いやでも本当にね、うん、正直まあこうやってなおさんとは結構長いんだけど、うん、でも長いけど話すことって尽きないんだなって思った。いやすごいね、古原くんのトーク力だよ。いやいや全然そんなことないし、ずっとだって何時間でも話せるでしょ。まあでも、うん、それはさ、なんか今までのさ、やっぱ蓄積というかさ、14年間があるからね。そうだね、うん、だからまだ全然あるからね、本当に。多分、ね、そのシチュエーション、そのシチュエーションになったら思い出すからいっぱい。そう、まだ絶対ね、家帰ってから、うん、あれ話せばよかったって多分あるんだよね。あのね、奈緒さんのじゃあお茶目なとこ1個言ってたから、最後でちょっと終わりにしたいと思います。そしたら、なんだろう。奈緒さんって、実はめちゃめちゃお茶目なところがあって。お茶目って舞台のね、何舞台の時にもう一人役者さんがいて、うん、でヒロー君っていうね、まあ、男性の人、まあ、俺はヒローって呼んでたんだけど呼び捨てしてるんですよ。あの私よりも年上の人ですよそうで、はいはい、そのヒロー君のところに僕がね、はい、その骸骨かなんかの、はい、なんかねガチャガチャのちっちゃいねおもちゃをバッグにね入れるっていういたずらをしたんですよ。やってたわ。 そしたらそのヒロー君が次ナオさんに入れたんですよそしたらこうナオさんで止まると思うじゃないですか。そしたらナオさん次俺に入れてきたんですよこれ。そうでこれを舞台の稽古中、舞台の稽古1ヶ月ですよ。1ヶ月間誰かのカバンの中に常に入ってるんですよこれ。今日は今日だから毎回家に帰ったらカバンの中確認するところから始まるみたいな。やってたやってた。やらなそうじゃないですか。いやだけどガンガンやるんですよ本当に。やるよ。だから誰全員がそれででも仲良くなったよね。そうそうそう、ちょっとね仲良かった、ね、いやあの役者さんがやめといた方がいいよみたいないや行け行けって行けそうそうでついには3人で始まったゲームなのにちょっと大御所の人とか急に入れるようになったりとかしてそう絶対ダメだってみたいなそうそうめっちゃ乗ってくれたし、ね、でもナオさんだったら許されるよって大丈夫かなとかって入れるのナオさんはやばくないですか。しかもこんなちっちゃいやつなそうそう気づかないすごいちっちゃいのその大御所の人が気づかないのずっと、うん、そうだからまだあそこ入ってんじゃないのってで入れたのを救出するのが大変なのまたそうだね
そう。でもなんかその舞台終わった後もみんなで集まって人狼大会とかやってさ、そういう時もそのあのドクロどうだったんだろうねみたいな話とか。結局あれ今どこにあるんだ、わかんないもん。あれ持ってる、持ってない、持ってない。じゃあ疲労だ。だから疲労さんね。疲労が持ってる。年上だからね。はい、ということで、はい、なおさんのねお茶目なね、はい、まあ、一面をありがとうございました。楽しかったです。はい、うん、ありがとうございました。ということなんですけれどもね、ありがとうございました。じゃあまたぜひご一緒しましょう。ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。ということでみんなもまたね、うん、またね、見てください。ありがとうございました。グッドボタンとか言いますけど、あ、高評価。そうそうそう、いやさっきやってたもんね。俺も、はい、でもちょっと何この動画がいいなと思った、うん、この動画がこの動画がいいなと思ってくださった方は、この動画がいいなと思ってくださった方はグッドボタン、グッドボタン、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてチャンネル登録も、そしてチャンネル登録も、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。まあまあ真似しなくていいからね。さよなら。さよなら。あっちだった、あっちでしょ。だからずっとこっちでした。どっちも見たから大丈夫だよ。カメラ多いもん。忘れてた。ありがとうございました。もう最後のあっちだったらまで使ってほしいわ、どうせだったら。